通貨。通貨、通貨とは、流通貨幣の略称で、決済のための価値交換媒体。通貨を発行する国家もしくは、その地の統治主体の信用によって価値が変動する。その流通域での財政破綻や、信用が失墜することによって、通貨の価値がなくなって、紙切れになる場合もある。通貨がない時代の決済手段とされていた、物々交換から、 さらに物やサービスの流動性を高めるために作られた経済形態である。政府は、租税の算定にあたって、通貨を利用する。物やサービスとの交換に用いられる、お金を、経済用語では貨幣、または通貨と呼ぶ。通貨は、現金通貨と預金通貨に対別され、前者は、紙幣、硬貨、補助紙幣であり、後者は普通預金。 当座預金などの決済口座である。物やサービスの価値は流動的である。出来立てのパンは数時間経ったパンよりも高価であるだろうし、家政婦や利ビ容等のサービス料金は十分な経験を積んだものとそうでないものとで差があるだろう。また、昔はほとんど価値がなかったものが逆に骨董品として高い値で取引される場合もある。いわゆる10交換に際して、 それらの流動的なものを何らかの形で具現化したものが墨の中介物であり、通貨、お金となる。貨幣が定着し流通し出すと、貨幣は通貨と位置づけられ、通貨制度として決まりごとを持つようになる。通貨制度は各国のマクロ経済政策の運営、貿易、投資に対する規制に大きく関わっている。通貨の信用の裏付けは国民が働いて、 物やサービスを生産する能力に由来する。政府は国民の労働力の可能性を国債にして中央銀行で貨幣と交換している。経済の中介物としては貨幣紙や通訳的な正義としての流通貨幣に示されるように、それを欲しがる他者が多数存在すれば通貨となり得る。日本のおとぎ話、わらしべ長者では、 様々なものが交換の仲介物とされる様子が描かれている。政府は通貨を産費の算定基礎に価値の尺度として用い、また中央銀行に発行や流通の権利を委ね保護し、国民も唯一無二の存在として信用することで、その価値が生じる。例えば、すべての国民が一万円札を紙くずだと思えば、その瞬間から一万円札は本当に、 紙切れとなる。通貨として、どのような金融商品を含めるかについては、国、時代によって異なるため一義的な決まりはない。協議には、中央銀行などが発行する現金通貨のみを意味する。講義では、現金通貨に加えて、銀行などに預けられている普通預金、東西預金、手形、小切手などの流動性の高い預金通貨、流動性がやや落ちる定期預金や、 外貨預金などの純通貨をも含む概念はある。古代より一部の場合を除いて、各国において発行される通貨は金や銀などの貴金属を用いて発行されることが多かった、本位貨幣、成果。しかし、経済の拡大に伴い通貨を発行するだけの貴金属が不足するようになると、貨幣制度の根幹をなす貴金属の通貨を定め、 その貴金属にいつでも打艦できることを保証した紙幣を発行することでかの流通量を確保するようになった。これが本位制度である。金によってこの本位制度が裏付けられている場合は金、本位制、銀による場合は銀本位制と呼ばれる。この本位制度は1817年にイギリスにおいてソブリン金貨による金本位制が開始されたのが始まりであり。 19世紀末には、世界の主要国のほとんどが金、または銀本位制に移行した。しかし、第一次世界大戦が始まると、ほとんどの国でこの打艦は停止され、大戦終結後は各国とも復帰したものの、1929年に起きた世界恐慌によって、再び金本位制は機能しなくなり、下記の管理通過制度へと移行した。その後、 第二次世界大戦が終了すると、ブレトン・ウッズ協定によって、金1オンスを35アメリカドルとし、世界各国が、そのドルにペックするという変則的な金本位制金、ドル本位制が成立したが、これも1971年8月15日に、アメリカのリチャード・ニクソン大統領が、アメリカドルと金との打艦停止を発表した、ニクソン・ショックことで崩壊し、以後各国は、 完全に管理通貨制度へと移行した。管理通貨制度とは、各国の政府や発券銀行が経済を調整するために通貨の入りでを管理する制度のことである。管理通貨制度では、その国の政治、経済状況が貨幣の価値を決める。つまり、その国の信用によって国際金融や外貨準備と照らして、その国の貨幣の価値は安定したり、 不安定になる。日本の場合は、日本の中央銀行である日本銀行が通貨を管理している。紙幣発行権は日銀が有し、政府は、効果だけを発行するという制度は、政府の通貨乱発を防ぐためのものである。中央銀行は通貨を保証しなければならず、通貨の価値を下げないよう、つまり、物価を安定させなければならない。インフレーション、物価上昇、 デフレーション、物価下落のどちらの現象も、期するため、中央銀行は、通貨供給量の動きを監視し、市場に出回る、通貨量が適量になるように調整する。お金、通貨が、心や、気持ちを数値化する尺度として用いられることがある。民法上の損害賠償では、物質としての損害額を超え、さらには、債務者、加害者の資産や、 収入可能性をも上回るを算出することもある。例えば交通事故では、加害者が無保険であった場合の被害者、遺族への救済方法が行政施策として検討されたりする。また、貴重な情報や秘密の情報がお金としての価値を生み出す場合もある。日本の不正競争防止法において、営業秘密に係る不正開示行為は、損害賠償や処罰の対象となり、 警視庁の捜査特別報奨金制度は事件の検挙に結びつく有力な情報を提供したものに対して報奨金を支払う制度であるが、それらの金額にも差が生じている。通貨は長らく資産クラスとして認識されていなかった。その背景には、債券株式という古典的な資産クラスが有価証券としての資金調達手段であるのに対し、 通貨は投資家への収益が明確でなかったことがある。しかしながら、異なる通貨間市場、いわゆる外国為替市場における、金利差、キャリー、購買力陛下、バリエーション、基軸通貨ドルに対する時期物市場のモメンタムの3、要素を均等配分する形で、通貨市場のベータが創設されつつある。為替は、その通貨に対する需要と供給で価格、 為替レートが決まる。為替レートが変化するのは、通貨を商品のように扱い、需要と供給の市場原理が働いているからである。為替レートは一国一国と変動し、通貨の価値が上下する。マネー経済では、マネー自身が株などの有価証券として市場に流通し、その過程で利益をもたらす。つまり、モノサービスを介在せず、マネーが単独で、 市場を動いていく。円やドルを売買するように、通貨そのものは商品になる。変動相場制のもとでは商品を売買するのと同じように、自国通貨を売り、買い、外国通貨を買う、売ることが行われる。各国の通貨は、輸出入の代金の決済に使用されるが、資産としての性質も持っており、外国の通貨も資産となり得る。外国に投資するということは、 その国の通貨建ての資産を持つということでや。2009年現在、ドイツ銀行の公表する DBCR とシティバンクの公表する指数とでベータ指数を争っている。両者の違いは、新興国通貨を組み入れているか否かと、キャリー部分の配分が等配分か半分を占めるかというところにある。国の経済力は、 自国通貨ではなく外貨保有量で測ることができる。自国通貨を大量に所有していても、そのままでは他国で使えないただの紙切れだからである。経済活動がグローバル化してくると、輸出入、国際投資には他国の通貨が必要になってくる。普通、通貨はその価値を保証する国の中だけで利用されるが、ユーロや米ドルのような国を超えて利用されている通貨を、 国際通貨という世界の金融取引、貿易取引で中心的に使用されている通貨を基軸通貨といい2008年現在では米ドルがユーロや円などをはるかに超えて使用されている19世紀頃は英国ポンドが基軸通貨の地位を占めていたが第二次大戦後は米ドルが基軸通貨となった地域通貨とは 法定通貨のように政府によって発行されている通貨ではないが、あるコミュニティにおいて通貨のような性質を認められたものである。通貨危機とは、カワセレートが均衡カワセレートの度合いをはるかに超えて下落することである。通貨危機はある国の通貨価値が対外的な信用を失うことによって起きる。通貨が信用を喪失する原因は、 累積債務の増大や固定相場成果での通貨の過大評価にある。国の財政などが悪化し始めると、経済は停滞し、それと並行して通貨価値は下落してゆく。政治的、社会的、経済的に、ある国の信任が失われた時に通貨が暴落し、国内の信用収縮、銀行危機、所得の低下、輸入インフレが発生し、 あるいは予想され、さらに通貨が暴落するという悪循環が通貨危機である。国は自国の通貨価値を支えようと外貨準備を投入し、自国の通貨を買い支えようとするが、資金が枯渇すると通貨危機となる。通貨危機に陥った場合、自国の通貨の切り下げなどを行い対応する。自国の通貨の交換比率を他国の通貨に対して、 相対的に上げることを通貨の切り上げという。金融引き締め政策を行うと自国通貨の増加が発生する。また、自国の通貨と他国の通貨の交換比率を引き下げる政策を通貨の切り下げという。基本的には自国の経済の防衛のために基軸通貨であるベドルとの交換比率を通貨当局が低く定める。通貨の切り下げは あくまで緊急措置であり、国際経済では禁じ手とされている。通貨の価値はあくまでマーケットによって決定されるべきという大原則があるからである。自国通貨を減価させれば輸出増加、輸入減少圧力が働く。自国通貨の減価は早い段階で輸入価格に転換され輸入価格の上昇を招くという事実は多くの実証モデルで示されている。 金利の低下は、時刻通貨の減価を招き、時刻通貨の減価は、形状赤字の縮小をもたらす。しかし、短期的には、時刻通貨の減価は、形状収支の赤字をもたらさない。実際に J カーブ効果によって、形状赤字の拡大を招く。投資家が、形状赤字のファイナンスを続けなければ、通貨は、再現なく、減価する。通貨の減価自体は、 資本流入に必要なインセンティブを生み出す実際の通貨の減価幅は投資家が要求するインセンティブによって決定される日本では貨幣史日本における貨幣の歴史に示されるように江戸幕府が通貨を統一し始めたものの実際の生活では身分制度と合わせて年貢としての米による租税制度が維持されてきた現代では政府が国債を発行しつつ 通貨偽造の罪や利息制限法を設けて通貨の信用を維持している。明治時代の地祖改正以降通貨に打艦禁券等としての機能はなくなっていった。1930年1月11日に日本は金本位制に復帰したが、1931年に金本位制から離脱した。 世界大戦に向かう情勢の中、紙幣においては国民に徴兵制等各種の義務を増やし国債との交換によって価値を維持していた。日本政府が相続税等の指針として使う路線化や厚生労働省が定める最低活費や最低賃金といった形で数値化していることと表裏一体の関係になる。1942年に日本は管理通貨制度に切り替わった。 以下の表は、国際銀行間通信協会、SWIFT による2012年から2015年までの通貨決済で最も用いられた15の通貨の推定値である。5、おさむき。